鈴ゆチャンネル。はい、こんにちは、世界一コーチの鈴木祐介です。今回からですね、新しいマイク使ってますんで、どうでしょう、音質多少良くなったんじゃないかと思うんですよ。いや、これ良くなってないと困っちゃうんですよね。4万円もかけましたからね。はい、ということでございます。さあ、今回のお話は、こちら教育系 YouTuber ガイドブック発売ということでね、どうですか皆さん、もうすでにね、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、9月の18日、ね、2021年9月の18日に、教育系 YouTuber のね、本邦初となるですね、ガイドブックが発売されました。まあ、発明っちゃ発明だけどね。はい。もうこれあれですよ、タレントメーカーみたいなもんですよ。ね、芸能人のさ、そんな感覚で、いいと思うんですけどね。こちらに物がありますんで、はい、こちらで。これね、もちろん Amazon とかも買えますし、あと全国の書店に並んでおりますので、多分コーナーは勉強法とかのコーナーだと思うんですよね。大学受験のほら、コーナーね。あ、これちなみに大学受験限定ね。大学受験に役に立つ教育系 YouTuber のチャンネルがまとめられた本ということになっております。はい。で、こちらにですね、そうです。我がこの鈴湯チャンネルも掲載させていただいております。まあ、向こうから連絡来たんですよ。あ、これちなみにね、出版社が、スタディカンパニーって言って、どこそれって思わないくださいよ。有名な、古文単語ゴロゴ。皆さんご存知、ゴロゴ。僕も受験時代使ってました。ゴロゴのですね、出版社でございます。そこから出てますんで。はい。で、そのゴロゴさんからね、連絡来まして、この鈴湯チャンネル載っけますんで、なんかいろいろアンケートを答えてくださいと。ね。あとは、まあ、なんていうんですか、インタビュー形式みたいな感じで、こう、いろいろ、こう、今後についてとか、このチャンネルの運営は今後どうしますかみたいなこととかね、そういうことを答えさせていただきました。でね、鈴湯チャンネルね、こんな感じですよ。はい。212ページから鈴湯チャンネルですね。はい。結構すごいでしょ。ちゃんと見開きで載ってます。でね、登録者数が5000人から1万人のコーナーに載ってます。これね、登録者別に載ってるんですよ。登録者数別に。今、鈴湯チャンネルって登録者が多分5300何人とかだと思うんですけど、これはまあ、その締め切りの直前に5000人をひょっと超えたんですよ。だから超えた瞬間にちょっと連絡して、5000人以降の方乗っけてくださいって言ってですね、で5000人以降に乗っけてもらったんですけども、チャンネル概要とか載ってますね。ちょっと読んでみると、世界史講師の鈴木祐介氏による世界史の勉強法や参考書の使い方をレクチャーする世界史特化型チャンネル。多数の著作があるプロ講師直伝の勉強法が強み。うん、プロ講師ですよ、プロ講師。ね。はい。また予備校講師としてのネットワークを生かした多彩のコラボも見どころで、ただよびチャンネルの講師をはじめとして、世界史以外の勉強や予備校協会のよもやま話などのコンテンツもあると。ね。そう、まあ、よもやま話が半分ぐらいですけどね、そういう形でございます。で、おすすめ動画が2つ載っててですね、まあ、僕は選んだんですけど、一つはね、やっぱり再生数も結構安定してます。世界史勉強法の、まあ、テスト部ですね。はい、前後編だったと思うんですよ。まあ、大体1年前ぐらいに撮った動画なんですが、あれを載っけさせていただきました。これね。はい。あとね、やっぱ中森先生とのコラボ。うん、あれをね、載っけさせてもらいました。いろんな有名な参考書。うん、あれを紹介してるやつ。多分横から見る世界史とか、東進一問一答とか、実況中継とかね。で、これちょっとこの見どころにも繋がってくる話なんですけど、これ決してですね、なんていうんですか、こう、提灯記事じゃないんですよ。鈴湯チャンネルとか、ここに載ってるね、YouTube チャンネルのことを、やたらこうはただひたすらにね、べた褒めするだけとかさ、そういう記事ってさ、はっきり言って有用性が低いじゃないですか。ね、消費者の皆さんからすればね。だからね、極めてこれね、中立的に書かれてますよ。僕もね、これ、例えば、コラムのところに書かれてるんですけど、まあ、勉強法とかはね、いいけども、でも予備校の何ですか、予備校講師の、なんかそういう、よもやま話とかをあまり見すぎて、勉強時間が確保できないようにならないよう注意しましょうとか書いてますからね。受験生の立場に立ってちゃんと書かれてます。中立的です。ね。はい。まあ、正直なんですか、予備校話っていうのは、世の中にいるですね、一定数いる予備校マニアに向けた動画でございますので、これ見てるのが受験生の皆さんであればですね、まあ別に見なくてもいいですから。ね、別に見なくてもね。で、コラムのとこにはね、世界史のプロ兼予備校オタクなんて書かれてますね。はい。これでもう本当に僕、公式に予備校オタクになっちゃいましたね。はい。さらにはですね、もう教育系 YouTuber ってこう名乗ってもいいよね。もう公式に。で、まあ、見どころとして、まあ一つ目はだからその中立的な記事ですよってことね。あとは、まあ、網羅性ですかね。はい。なんとですね、これ日本初受験に役立つ120チャンネル。120もあったんですね。もう僕、ざーっと見た感じではですね、あ、こんなのもあったんだ、みたいな。あ、で、これ知ってる、みたいなの連続で、相当網羅性高いと思うんですよ。大きく2つなんですよ。講義系チャンネルっていうコーナーと、あと勉強法系チャンネルっていう風な大きな括りがあって、講義系チャンネルは例えば僕も出てます。ただ呼び。ね。ああいったものを筆頭に、まあいろんな先生方がさ、実際に教科の内容を説明してるチャンネルありますよね。でそういうことがまず前半にこうザーッと紹介されてます。で後半で勉強法系チャンネルっていうコーナーがありまして、そこで僕はね、紹介されてますね。鈴湯チャンネル。はい。
あとね、攻撃系チャンネルの方では、ただ呼びベーシックの方も相当、まあ、ページ数がちゃんと割かれてまして、例えば寺島先生ね、寺島先生ね、なんかインタビューされてますよ、うん。で、かなりページたくさん使われていいですね。ただ呼びベーシック文系、今再生回数2500万回らしいですね。すごいですね、これね。僕も知らなかった。もちろん理系もです。ただ呼び理系チャンネルも。でそちらはね、数学の高瀬先生がインタビューされてます。非常にこう、網羅性が高いということは、全体像を見渡せるってことですよ。YouTube ってのもね、動画数多すぎて、こう、なんつうか、その大会の中を泳ぎ切るのが難しいみたいな状況になってきました。まあ、一昔前であればね、ほんと、例えばもう、一科目につき有名なチャンネル1個とかだったと思うんですが、まあ、増えすぎちゃってですね、それを改めてこの段階で整理してみるってことは、受験生にとっても有益でしょうね。まあ、これともつながっています。授業動画の使い方ともつながってくるんですが、まあ、これだけね、こう、動画が溢れ返っていて、そしてチャンネルも溢れ返ってるっていう、この今の時代に、どうやってこうチャンネルをこう使っていくのがいいんだろうかって話なんですよね。今ね、受験生の情報格差っていうのがかなり激しくなってるなと思ってて、動画をね、うまく使える人って相当これ多分メリットが大きいと思うんですよね。例えばこの単元がわからないと。で、そういう時にこの動画をちゃんと適切にこう検索してたどり着けた人は理解がちゃんとできて得点が取れて合格していく。うん。で、そうでない人は例えば余計に予備校の講習を取らなきゃいけなくなっちゃったりとかね、余計に参考書なんか買いまくっちゃったりして、やたらコストばっかりかさんでしまうと。それ YouTube なら無料ですよみたいな。それ知らないんですよね。うん。だから例えばただ呼びだってね、あれ、相当、まあいいじゃないですか。ね、まあちょっと手前味噌ですけども、ね、いろんなその先生方がさ、網羅的に授業出してるじゃないですか。あれ無料なんですよ、YouTube の方はね。うん。で、あれを知ってるか知ってないかっていうのはかなり大きいとは思うんですよ。ね。で、受験生って、まだそこまでただ呼び知らないんですよ。はい。僕もね、高校現場とか、あと予備校とかで、まあ実際の生徒、高校生と触れ合うことはあるんですけども、そんなに有名じゃないですよ、まだ。ただ呼び、正直な話。はい。あれだけ20万人ぐらい登録していますけど。で、むしろね、学校の先生の方が詳しいんですよ。だ僕が高校に行くじゃないですか。で、廊下をつかつか歩いてね、教室まで向かうと。そうすると大体現場の高校の先生とこうすれ違うわけですよ。で、すれ違うたびにですね、あ、鈴木先生と。ね。いや、僕知らないんですよ。で、向こうがね、あ、鈴木先生と。あ、どっかでお会いしましたっけ？さて、YouTube 見てますよと。ね。ただ呼びのテーマ誌、感染症世界史面白いですね、なんてね、声かけてもらえるんですね。だから、要するに受験生、生徒よりもですね、現場の先生の方がよっぽど、YouTube とかをちゃんとチェックしてらっしゃるんですよ、これが。ご自身のね、授業の参考にされてるなんて嬉しいことを言ってくださる先生方も結構いらっしゃいます。はい。ということでですね、ぜひですね、この、今一度ね、こう、YouTube リテラシーみたいなものをつけてもらうと、かなり受験勉強が効率的に進むじゃないかと思います。特に今の時代ね。うん。だから、授業とかの使い方に戻りますとね、こういうふうに使うといいんじゃないですか。いわば、こう辞書的な使い方、これがね、一つ有効な使い方じゃないかと思うんですよ。これだけ動画がいっぱいあるから、ただ漫然と動画をぼーっと見てるとね、いくら時間あっても足りないんですよ。見て、ああ、面白い、終わり、みたいになっちゃうから、問題意識を持って検索するんですね。それもなるべく具体的な方がいいです。例えば、自分はなぜこの動画を見てるのか、なぜこの動画を検索したのか、それがちゃんと説明できるかどうかですよ。例えば例を挙げればですよ。例えば南北戦争に至る経緯の中で、ね、カンザス、ネブラスカ法があります。あれがよくわからない。だから僕は動画を検索するんだ。みたいな。そこまで落とし込んでほしいよね。19世紀ロシアならば、アレクサンドル2世が1861年、濃度解放令を出した。濃度解放令はなんとなくわかるけれども、それの歴史的な意義は何なんだろうか。それがわからない。参考書でもわからない。検索してもわからない。だから動画を見るんだとかね。それでじゃあムンディ先生の動画を見てみよう。で、YouTube のいいところはさ、再生速度もそうだけど、どんどん飛ばせるじゃないですか。見たいとこだけ見れるんですよ。それを活かしてほしいよね。実際の授業とかだと、まあ、その聞きたいところだけ聞くわけにいかないじゃないですか。うん、そういうところは最大限活かしてもらいたいなと思います。はい、だ僕の動画、ただ呼びの動画とかもそれでいいですよ。ね。うん。という感じで、時間をね、有効に使うということで、まあ、あまり時間を浪費しないように気をつけましょうということでございました。さあ、そして最後に、気になるお値段の発表です。ね、こちら。実はこれフルカラーですからね。フルカラーで、これだけのページがあってどうですかこの厚さ、厚み。ね。それで、定価、2500円です。どうですか皆さんこれ聞いてね。うわ、高っって思ったでしょ。いや、どうですかね。いや、だってね、これを買うことによって、YouTube、教育系 YouTuber 界が全部見渡せるわけなんですね。ということは、自分の知りたい情報、知りたい動画、それにアクセスすることが飛躍的にこれはですね、簡単になるわけですね。そうするとそれによって例えばある参考書を買わなくてよくなったとか、ね、もしくはですねある予備校の講習を取らなくてよくなったとか、
それでもすぐ元取れちゃいますからね。いや考えてみれば予備校の講習って90分5個まで今いくらだ、まあ、だんだん値上がりしてますよね。で、まあ、大体多分 1個取って、まあ、1万5000円から2万円とかだと思うんですよ、一講座ね。いやそれを取らなくてもなんですよ、 YouTube 見れば。あ、それを考えればですよ、2500円なんてね、もう安いもんですよ。本当参考書2冊分でしょ。いや2冊さ元取ることは、動画検索しきちんとできればですね、これ容易ですよ、誰にとってもね。そういうことを考えれば、まあ手元にね1冊あってもねいいんじゃないでしょうかと、まあそういうことですよ、うん。ただもちろんね、全員に無理やり変えとはもちろん言いませんし、まあ高校3年生で今の自分の勉強のスタイルがかっちり確立されていて、自分の通ってる塾予備校のやり方とかに、まあ 100% 満足してると、まあ、そこに乗っかっていけばきっと自分は合格できるという確信がある人は、まあ、無理にね今から予備校 YouTube を受験勉強に取り入れる必要性はありませんよ、ね。ただちょっと迷っちゃってると、そしてあまりその受験勉強のに課金したくないと、まあ、塾予備校とか参考書とかに、そういう人は YouTube を最大限活用することは有益ですよね。その時に、まあ、この一冊はあるといいんじゃないかと思います。コスパがいいってことだよ、2500円で見渡せるわけですからね。そんな一冊、それが今回ご紹介した9月18日発売の教育系 YouTuber ガイドブックです。ぜひですね、あちなみに監修小場翔さんです。はい、小場翔さんです。小場翔さん、今度コラボお願いします言っとくのこれはね、はい、ということでね、はい、いかがだったでしょうか。はい、この動画がですね役に立ったという人は、チャンネル登録高評価のもよろしくお願いします。あとねツイッターやってますんでね、ぜひツイッターの方もフォローお願いいたします。まあ、動画の更新状況とか、あとはね勉強法に関してもですね、随時配信していきますので、フォローの方よろしくお願いします。はい、それではまたお会いしましょう。さよなら。チャンネル登録高評価お願いいたします。